かしこの回カープ点差を縮めていきます。3対2カープが1点差まで追い上げました。6回の裏、この回ピッチャーからの打順でしたが、ジャイアンツ代打が告げられました。バッターボックスには代打の脇谷。西さん、まずは塁に出たいですよね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。初球ストライクを取りました。低めはこれは入っていました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。打順はトップに帰って陽野村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球見送っています。引っ張った一塁へ、ツーアウトになりました。打席には2番バッター菊池。ツーアウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク。内へ低めの変化球、ノーボールツーストライクです。引っ張った、三遊間抜ける、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。今のバッティングご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。バッターボックスには3番山本。今日はここまで猛打賞を記録しています。ヒットで初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで4打席連続のヒット、2アウト2塁1塁。ここはうまく打ち返していきました。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあ、ジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。点差は何点あってもいいわけですから、取れるときにどんどん取っておきたいですね。なるほど、そうですね。まあ、そして彼の場合、一、二塁間抜けていく、ホームへ、ライト前ヒット、これで3安打猛打賞。ここは綺麗に流していきました。いや、ここはね、うまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたね。さあ、そしてバッターボックスには村田が入っています。さあ、なおもチャンスで満塁の局面。まあ、ここはつなぎましたので、得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。いい当たりだ、ショートの右、抑えた、そのまま入って二塁アウト、これで3アウト。ランナー出ましたが、ジャイアンツ得点には至りませんでした。6回終わって3対2、1点リードはジャイアンツです。これから7回カープの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号20マシソンがマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。小宮山さん、こういった展開ですと、この後のキャッチャーのリードも大事になってきますよね。まあ、もちろんそうですよね。せっかくその先発ピッチャーが抑えてきたゲームですから、まあ、キャッチャーも大変だと思いますけどね。キャッチャーにも注目したいと思います。バッターボックス西川、先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打ちました、これはどうか、一、二塁間を破る、ヒットが出ます。ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。打順は8番中村。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。
球手を出してきません。できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。一塁牽制、一塁はセーフ。走ってはきませんが一塁ランナーは俊足です。さあ追い込みました。このバッターも手を出してくるカウントですから、外の際どいストレート打った、セカンドの右取った、二塁アウト、送球する。ランナー一塁は変わりません。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。さあこの終盤一塁には同点のランナーです。そしてバッターはピッチャーの野村、この内容ならまだ続投でしょうね。バッターボックスには代打の岩本。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、そうですね。同点にされるわけにはいきませんから。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ファウルボールです。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど。真ん中打った、セカンドの右掴んだ、一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。3対2ジャイアンツが1点差を守っています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。7回の裏ジャイアンツの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。背番号12クリがマウンド上に上がっています。まだこの点差では油断はできませんよね。まあもうちょっと点差が欲しいですよね。まああと1点2点できれば3点欲しいですね。そういった余裕のある終盤を作ることができるんでしょうか。打ちました、セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターは7番立岡。クリ、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。バッターボックスは8番小林、ツーアウトランナーありません。インサイド決まっています。ストライクです。ノーボール、ツーストライク、ファウルになります。ここもファウルです。引っ張った打球はレフトへ、ここは打ち上げています。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。この回ジャイアンツ三者凡退です。7回終わって3対2ジャイアンツが1点をリードしています。これから8回カープの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。山口が3番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。さあマウンドに上がったのは山口、今シーズン9試合目の登板です。緩いボールでストライクを取りました。打ちました、一塁送球、これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー一塁です。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあこの終盤で同点のランナーを許しています。しかもノーアウトです。バッターボックスには阿部、そして一塁ランナーは野間。まあ盗塁も考えられますから警戒はした方がいいでしょうね。どう動いてくるでしょうか。タッチもセーフ。初球は何から入ってくるか。初球打った、センター前抜けていく、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、送球する、センター前ヒット、阿部、これが自身本日の初ヒットになります。
これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあそして打席には柳田が入ります。ここで怖いバッターに回りましたね。さあ得点圏には同点のランナー。このピンチをしのげると大きいですから、気合を入れ直して投球してほしいですね。なるほど、そうですね。まずは見送ります。ワンボール、これが2球目、ファウルです。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。センターへ、ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン、カープ追いつきました。3対3、ジャイアンツさらに二塁一塁のピンチが続きます。ここは抑えたかったんですが、小宮山さん、この場面で同点とされてしまいましたね。そうですね、流れが変わってくるかもしれませんね。ここで追いつかれました、同点です。振り出しに戻されましたね。まあそして次は警戒すべきバッターが相手ですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね。さあ気をつけていきたい。鈴木が打席に入っています。まずは見送ります。ワンボール、外れました。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。ファウルボールです。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球に。変化球打っていった、これは大きい、入った、ホームラン。鈴木、これぞ4番の一振り。今シーズン第2号の勝ち越しスリーランホームラン。これがチーム2本目のホームラン。ここは無理に勝負する必要はなかったかもしれませんね。そうですね。この回一気に逆転されています。もちろん警戒はしていたんですけど、ここで勝ち越しホームランを打たれています。ここでリードはされたくなかったんですけどね。この終盤で一気にリードを奪われてしまいました。ジャイアンツ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の田原。さあマウンドを任されたのは田原、今シーズン11試合目の登板です。初球わずかに外れてボール、打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウトです。6番バッターメヒア、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。ファウルになります。次もスライダーでいいかもしれませんね。なるほど、この球は外れています。低めボール、打ちました、セカンド正面のゴロ、ツーアウトになりました。打席には7番バッター西川、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。カープ、この回7人目のバッターになります。外の低めです。あっという間に2ストライクです。この球は外れています。次が4球目、この球は外れています。平行カウント、変化球外れました。3ボール2ストライクです。このボールは外れてフォアボール。2アウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。はい、一塁牽制、一塁はセーフ。初球大きく外れています。さあ2球目は何か。走りませんね。3球目打ちました、ヒットになった。中村、今日の初ヒットがここで出ました。2アウトランナー2塁1塁。
スには代打の小久保。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね、ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね、さあ注目しましょう。まずは見送ります。ワンボール。この球は外れました。ストレート打った、ボテボテのショートゴロ、抑えた。一塁アウト、これでスリーアウト。しかしこの回カープ貴重な得点でリードしました。6対3、カープが追い上げ逆転しました。8回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号26、中田がマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは中田、今シーズン10試合目の登板です。初球簡単にストライクを取ります。低め見送りました。ストライクです。ノーボールツーストライクです。流しました。これはどうだ、三遊間抜ける。これがチーム15本目のヒット。ノーアウトランナー一塁です。打順は1番に帰ります。バッター今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。